はい、どうも実行の時志亮太です。今日は天然砥石の紹介をしていきたいなと思います。で、今回紹介する天然砥石はこちらになります。こちらはイオメイトの雷神という名前の砥石になります。いや、名前がめちゃくちゃかっこいいですよね。はい、でこちらの雷神はこんな感じで、この線が稲妻みたいになっているので雷神っていう名前なのかなって思うんですけど、まあ、見た目がすごいかっこいいですよね。まあ、こんだけ線あったらこれ字引かないのかなって気になる方結構多いと思うんですけど、まあ、今回はこちらを使って実際に試し研ぎして、まあ、切れ味と仕上がりがどんな感じかっていうのを見ていただけたらなと思います。それでは早速研いでいきたいと思います。はい、ということで今からこちらの雷神で研いでいきたいと思います。これすごいいかっつい見た目してますよね。表も裏もこんな感じです。で、色味的にはコウメとかにも結構近いような色があるので、まあ、それに結構近いかったりもするのかなと思います。で、まあ、ここら辺結構コウメチックがすごいですよね。もうここだけ取ったらコウメかなって思うような感じになっています。で、まあ、このオレンジのとこ、まあ、何とも言えない綺麗さですね。ということで研いでみたいと思います。で、雷神は僕も使うの初めてかなと思うのでかなり楽しみです。こう触ってるだけはすごいスベスベですね。中砥石とは思えないぐらいスベスベしてます。それじゃあまずは泥出しせずに研いでみたいと思います。いや、ちょっと感想言い忘れましたけど、濡らしたらめっちゃかっこよくないですか。これオレンジがすごい発色がいいですね。めっちゃ綺麗。さっきまでちょっと淡いようなオレンジやったんですけど、水濡らしはもうすごいオレンジって感じのオレンジですね。はい、ということで、まあ、泥出しせずに研いでみてるんですけど、この雷神は、まあ、泥出ししなかったら、まあ、あまり削れないですね。で、砥石の硬さ自体も結構固めかなというような感じです。まあ、イオメイトの中では少し固めという感じですね。で、人造と比べると、まあ、結構硬いかなという感じになっています。で、まあ、泥出ししなかったらこんな感じであまり削れなくて、まあ、包丁の方もこんな感じで少し光ってくるような仕上がりになります。で、まあ、あとこの雷神のこのこういう稲妻みたいな線が、まあ地を引くかなっていうとこが気になると思うんですけど、まあそれは全然問題なさそうですね。地を引いたりっていうのは今のところないです。はい、ということで泥出しして研いでみたいと思います。はい、じゃあ研いでみます。やっぱ泥出ししたら全然研ぎ感が違いますね。滑走感もいいんですけど、まあ、結構ねっとりしたような感じの研ぎ感かなと思います。うん、やっぱ泥出し、はい、やっぱり泥出ししてあげるとかなり研磨力も高くなりますね。うん、で、研いでる感じはかなり細かいような感じがしますね。はい、それでは雷神で研ぎ終わってこんな感じになります。はい、いかがでしょうか。
やっぱり少し固めの砥石で、まあ、密度もギュッとしているような感じなので、まあ、この地金に強く当たった部分はこんな感じで光るような感じになっているかなと思います。この雷神は少し光るような要素が強いような砥石ですね。まあ、地金も鋼も少し光っているような感じかなと思います。じゃあこちらのコピー用紙で試し切りしていきたいと思います。はい、いかがでしょうか。かなり滑らかなさっくりとしたような切れ味なんじゃないかなと思います。まあ、なので流度的には結構細かめかなっていう感じですね。まあ、中仕上げ砥石ぐらいかなっていう感じです。ということで、この雷神という砥石は、まあ、とりあえずこの線、いっぱい線がバーってあるのは、まあ、地は引きにくいと思うので、まあ、そこは大丈夫かなと思います。で、硬さ的にはイオメイトの中では、まあ、やや固めかなという感じで、まあ、細かさも、まあ、結構細かめな感じかなと思います。で、切れ味もかなり良くなる感じですね。で、まあ、人造と比べると、まあ、人造の中砥石よりはだいぶ固めかなっていう感じで、まあ、切れ味的にも旋盤とかと比較すると、まあ、だいぶこっちの方が切れ味は良くなるんじゃないかなと思います。で、まあ、あと何といってもこの雷神は見た目がすごいかっこいいですよね。めちゃくちゃかっこいい。で、こっちは養生してあるので水をつけてもこんな淡い感じなんですけど、まあ、なんでこっちが水つける前に近いですね。で、水をつけてあげたらこんな感じかなっていう感じです。はい、ということで雷神いかがだったでしょうか。今回のこの雷神気になる方がいらっしゃいましたら、概要欄の方にこちらの天然砥石のリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が少しでもいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。